準備、あ、準備 OK ですと。現在な語バスターミナルと。名護テント持ってきてない。こっちも準備 OK です。じゃああと一本お待ちください。そうかそうか、放送開始前から、うん、あの映像が流れ始めるのは、そう、雨が降るんでしょ、笑、雨降るんですけどね。素敵、上手、和骨どういった、笑、じゃあ5、4、3、2、1、映像流れ始めました。で、自動無料延長オン、イヤミでございます。カジナムーンビーチマンザビーチ行き、明日雨なんですよね。というわけで今回同行はホラフティさんです。イヤミナ、こんにちは。あ、イベントありがとうございます。ガリガリキコ、本当にガリガリ食えますね。これは普通にガリガリ食えますね。そう、ホラフキーさんです。ホラフキー HO あんライト、あ、そういや、そうだった、忘れてた、こんな自転車だった。っていうかこれ積んできたんですか、飛行機で担いできたんですか。外すのがめんどくさかった。これは個性ですね。ただの逆です。あの光害と書いて光害1号ですか。これは1号でいいんですかね、はい、2号じゃなくて、そう、光が1号。友達すごい、これボタン押すのも6回押さなきゃいけないんだ。ビームがよし、雲、あ、雲もう2個あった、あれ雲って8個だったっけ。目はそう、これブルベ仕様というか、まあブルベ仕様でいいんですよね。じゃあ時間もあんまりないので、今日の 日の入りは17時43分だから、あと3時間半ちょい。私の慣れたと50キロ無理かな。まあ日が暮れても、うん、とりあえず島、やがなんとか島行きたい。5、電池台で。さて、どっちに向けばいいんだ、どっちに向かって走りゃいいんだっけ。どんよりなんですよ。でも明日からもっと、あポケットの底に穴が開いてるからゴミが出てきた。なんで沖縄いんの？あったかいから。そう、まず逆方向ですね、基本は。ちょっと待った。本当暖かいんですよ。私前来たの2月と3月だったんで、12月だとどうかなと思ったんですけど、やっぱ暖かい。ん ？30度？セミ。そう、ポタフ忘れて今日なかった。あれ、もう沖縄なの？うん、もう沖縄です。しかも沖縄の那覇から北に80キロぐらいのところのサンピン茶飲んだ。サンガリアですけどね。サンガリア、チェリオ。あ、今ここ出てないですか？確か出したはずなんですけど。あれ？切れた？そうか、そいつで出すと。あ、本当だ、死んでる。なんで？持ちか、見たことないな。いらっしゃいませ。あ、復活しました。ん、これは iPhone4 です。ですね、 iPhone5 がハングしちゃいました。ハングというか、
これ分かる人いるかな。タッチパネルがフリーズみたいな感じですかね。これあるアプリの画面なんですけど、戻るボタンと電源ボタンは効く、 Siri も立ち上がるけど、画面がこのアプリの画面で固まってしまって操作もできないんで、電源、そもそも電源オンにできないんです。すぐに元に戻ってしまう。この状態から復帰する方法わかる人いますかね。あ、で、電源ボタン長押しの再起動画面すら出ないんです。多分出てるんだろうけど、画面に見えなくて、画面上にそれが現れなくて操作もできない。電池抜けないでしょ、 iPhone5 iPhone 類は。で、電池切れ待つにもオンにしたままできないんで、えらい時間かかってしまう。このままいったら数日間使えないですね。でも iPhone、古い iPhone4 持ってきておいてよかった。で、どっちに走り出すかな。とりあえず海に向かって、海に、とりあえず iPhone4 で電話以外の用は足りる。針でリセット、針で押せるとこあるんですかね。辺野古っていうと、北のやんばるの方でしたっけ、辺野古。あれは辺土名だったっけな、辺土名。やんばる食堂ってまさか、各地の、いや違うよな、あのなんとか食堂じゃないよな。二人なら、アプリ、そうですね、アプリダウンロードすらできないですよ、操作ができないから珍しいです、初めてそうなりました。私はで、今私はこれで、超あったかい、すげえあったかいです。オスプレイ実は見たいんですよね。で、こっちは逆だ、逆方向だ、あっちが海だ。そうですね、カレーライス350円、定食350円、やっぱり安いな。こっち帰省前の、そうです、31日に福岡に移動します。もうどっち行ってもいいんですけどね、どっちにしたっては海から後で離れるんで、とりあえず海沿い走ってみようというだけで。同時長押し、ほう、同時長押しやってないな、長押しやったけど、ちょっと後でやってみますね。自走ではいけない、海があるから。豚料理、そうですね、まずはソーキそばかな。実は朝ごはん10時過ぎだったんで、放送なし、雨が降ったら放送なしですね。僕んちですよ、自慢じゃないが、まあ自慢じゃないですけどね。気温は20度前後のはず。何が食か、ステーキか、空飛べない、残念ながら今それ食べない、仕様にしてます。同時長押して、じゃあやってみます。あとこの海沿いの道は良くないな、こっち側の道行こう。で、今ちょっと対処方法教えてもらいました。電源ボタンと戻るボタン同時長押し、お、消えた。リンゴマークになった、ありがとうございます。やった、同時長押しなんて技があったのか。あとだいぶ汚れたな。おお、知らんかった。同時長押しは知らなかった。強制電源なんかあったんですね。ちょっと汚れまくってるな。たまには、たまにだけね。おお、操作できるようになった。砂さんにリンゴマスターがいたんですね。リンゴマスター、さすがリンゴマスター、誰かわかんないけど、ありがとうございます。助かりました。さて、じゃあ、暑いな。あなたか。同時イベントありがとうございます。助かった。誰かいるな、そうだったのか。同時長押しか、知らなかった。片方流しはそれぞれやったんですけどね。T シャツ余裕ですね。本当に余裕ですよ、これ。なので今長袖ジャージと長袖アンダー着てるんで、ちょっとこの後暑くなる。どっかで着替えたいな。沖縄がなんて、お、日が、日か、意味が、
気温20度前後だと思います。声、あ、聞こえました？こんにちはと。沖縄料理、そうですね、夕食は外に食いに行くんですけど、見せられるかな。で、今日泊まるビジネスホテルは1人3000円なんですけど、名護です、名護です。ちょっと曇ってますね。明日雨ですね。今日泊まるビジネスホテルは8年じゃない、7年前に来た時に泊まったところ、ホテル東和っていうところ、東の和の東和なんですけどね。沖縄は7年ぶりです。8年前と7年前に来ました。ダサい、そうだっけ、テールか。で、とりあえずちょっとこっち向きに走っていって、オリオンビール工場の近くをかすめて、どっちだっけ、ヨテルと見てください。適当に聞きました、さっき。那覇、ん、昨日野宿みたい。ナンプル、オリオンビールはなんか炭酸強い感じだった気がします。お、しまった、なんだあれ、438オール200円って書いてある。あれは何の店なんだろう。ん、沖縄電波、そうみたいですね。今日は一通り電波あるはずです。438って何なんだろう、どっちが。年末旅行の話はホラフキーさんとしていて、沖縄っていうのを決めたのは私で、名護からっていうか、今回ルート的には全部私が勝手に直前に決めました。失敗なんだ。で、気温は20度前後だと思います。オスプレイはカデナのあたりですかね。今回通過しました。赤色、ん、輪行という名前ができない。今回バスで、バス輪行してきました。 F22 か。私オスプレイ実際見たみたいんですよ。十何年前にプラモ買った覚えがあるんで、あの形がかっこいいと思ってた私ですよ。飛行機に積んできました。海はこのままだと見えないな。え、右手、おお、え、 NG、 この建物なんだろう。ああ、市役所か。そう、戦車も好きですよ。戦車はゲームから入って好きです。おお、小さい、あのこれが市役所で、ちょうど隠れて見えないですけど、なんていうかな、現代風だけどパーツは全部古い伝統的な感じって言ったらいいのかな。ここからだと見えないですね。さっきのとこは良かったな。これ那覇市役所です。あ、違う、名護市役所、名護市役所。名護っていうのは多分ブセナテラス、多分那覇の次に大きな市街地じゃないですかね。名護市っていうのは、そう、生えてる木もちょっと違いますね。あ、そう、連れさんいます。ホラフキーさんです。お、開いたかな。日本人なのに合わないもんですかね。さあ、行くんだ行くんだ、行け、よし、行った。沖縄、私は3回目です。八重山諸島まで入れたら4回目ですけどね。5月、ああ、そのぐらいですね。感覚で言うとそのぐらい。うわあ。あれ、耳怪我してるのかな。うわ、大きな怪我してる。ちょっとあんまり近くで映すと怪我が大きく見えてしまうんですけど、小さいけどすごい怪我してますね。耳のところがなんかえぐれてるように見える。なんかに食われたんでしょうか。うん、でも弱ってる感じじゃないな。うん、ちょっとすんごい痛い出しですね。耳のところがなんかえぐれてるように見えてしまいます。うん、ちっちゃい。くどきますか、日本語で。
海はですね、あ、そうだ、この後島に渡るからその時見られる。あ、ごーです、見たですよね。サイバー、サイバー、石垣に行くの。石垣に、今回は沖縄本島です。ビリーズ問題、切り分けは少しできた感じかな。すげえ、道端で漫画読んでる子供が。すげえ、なんかすごい漫画読んでましたよ今の子供たち。今のなんだ、すいません、お、ステーキ屋さんですね。ステーキ、いや、なんでしょうかね、こんにちは。前子供たちがあのみんなジャージ姿で写生大会やってて絵描いてるの見たことありますけどね。海外、そう、ユーレールができてますね。帰りにユーレールちょっとだけ乗ってみたいな。まあユーレール快適かどうかっていうと、私のイメージだとあのゆりかもみたいな狭苦しい感じじゃないかなと思うんですけどね。ん、あ、何でしたっけって。坂道、今日はそうでもないのかな。林道はあると思いますが、八王子ではないです。キャンプか。今回もう荷物できるだけ軽くしてきました。雨も降りそうだし。沖縄村ってあるんですか、八王子に。あるいは八王子の飛び地じゃないけど、あの八王子市立沖縄の休暇村みたいなのあるのかな。ああ、こういう語は英語じゃないですけど、あのガロン基準の紙パックの飲み物がありますよ、確か480何ミリリットルで、それが確かあのガロン基準なんですよね。キャンプしたら 100% 襲われると思う。襲われる、さっきから襲われるって言ってる人はなんだ、あの福岡だと手榴弾がどうこうとか言ってるような人か。今手榴弾だっけ、福岡はなんだっけ、ロケットランチャーか。水道具も何も持ってきてないです。よっと、ローディいますね。あれはどなた、あのローディついてくる。挨拶かっこいい。沖縄って23ゴミは1台もない。ローディがずっとついてくる。押してなかった。押してなかったです。忘れてました。ていうか気づいてませんでした。海ぶどうは冷蔵庫に入れるとタヒルので入れないでください。海ぶどう、へえ。冷やすとダメなのか。コンクリート、あ、そうなんですよ。あの飛行機から見ると本当によくわかります。バイオハザード1しかやったことない。幼少期沖縄で暮らした友人が言ってたよ。高いビルがない。高いビルないですね。俺の親戚の家に寄って行って。親戚の家ですか。苦しみますイブは NG ワードなんですか。苦しみますイブ、もう NG のままでいいじゃないですか。で、今こんにちは、何さんかな、いらっしゃいます。ライブ&カフェ、夜が来る、かっこいいな。なんかにああされないように、返してみて。沖縄に来ております。レーザーポインター、お土産ですか。お土産は心の中に。もうそろそろ左折かな。サーターアンダギー揚げたってうまいですよね。そうなんですか。あ、ぜんざいあるな。あ、ネロさんから。ネロさん、高知かな、今。四国の どれか。ぜんざいはですね、あの甘くて熱いやつじゃなくて、かき氷のことです。そうじゃないやつも置いてあるらしいけど。四国の時、自転車は、スカイマークは2000円でした。前1000円だったのにな。あ、そうそう、スカイマークと言ったら、自転車折りたたみのやつですかって言われて、いや普通のやつですって言ったら、じゃあ2000円ですって言われました。で、表を見たら折りたたみ自転車だと1500円なんですよ。あれはなんで。私が思うに、その折りたたみの方は折りたたんだ状態で耐えられるようになってるけど、折りたたみじゃないやつはそーっと扱わないと危険だから、
だからその500円高いんじゃないかとそう思ったんですけどね、そうじゃなかったら納得いかないです。自己申告で折りたたみかどうか言って500円の差が出るなんて。場所、うん、それだったら見た目で判断してほしいですよね。隕石かな、暖かいというか少し暑いです。これ平手ってなくてよかったかな。お、小さあ、おお。短パンにアロハでもいけますね。だからちょっと 上はこれ着替えたいなと思ってます。この空気、あ、外だか。ノリなのに、いや、あんま関係ないと思いますけどね。輪行はまあ慣れですね、やる回数やれば。ん、 3、 あ、三振か、三味線じゃないやつですね。東京、いや、折りたたみと言い張ることも多分できたと思います。汗ばみます、本当に。あれか、あれがあの薬局か、知らないですけど行ってみました。デイゴ、赤いやつでしたよね。あれか、あれが例の、あ、ホラッキーさんが写真撮ってますね。そう、あの薬局ですよね、皆さんご存知の。あの薬局、ありがとうございます。あの薬局ね、夏北海道、あれ絶対狙って、あのひらがなででっかく書いてありますよね。あの薬局、沖縄からホームレスできそうだな。どの薬局だよ。本当に気候は楽です。どの薬局、体が緊張しなくていい。あの薬局行ってきて。どこだよ。薬局ですよ、あの薬局。あの薬局、わらわら。あの、あ、玉城ってのあれかな、玉城スクの玉城かな。その薬局、あの薬局だって、だからあの薬局だよ。コメントすごいな。薬局ネタが朝から2、30ずっと続けて。お寒いよ、沖縄でも。あ、夜寒い、さっきのあの薬局。お昼はまずい屋で定食食ってね、帰ってきたらこの薬局、ま、ずい、夜15度とか13度とかそれぐらい。あ、夜ですか。あ、最低気温が13度まで下がったら裸じゃいられないじゃないですか。その薬局もありそうだ。喉乾いた。喉乾いた。三ピッチャー持ってます。隣の人は現地の人？隣の人はどこ出身だったっけな、原口さんは。名護市は何ですかね。もう風が。隣の人は友達つながりで。止まったか。もうちょっと止まりっぱなしだったらチェックします。ダメかな。本当はこの辺り名護市の中のどっか面白そうなところ回りたいんですけどね、何があるか全然調べてない。ああ、バスターミナルで何かもらってくればよかった。観光マップか何か。あ、そうだ、あと名護市の確か観光マップみたいなのさっきダウンロードしたから。あ、来ました。ふう、汗ばむ。超暖かいです、本当に。ちょっと大型の台に乗ったりしてきたの。ブーブーテイ、車線、あ、車道ですかね。うちな、さっきバスターミナルで掃除やってたおばちゃんたちはあのよくわからない言葉を喋ってました。結構あのよくわからないあの方言ありましたね、おばちゃんたち。まあ、おばあというにはちょっとそこまでじゃないかな。半袖半ズボンでか。半袖にしてもいいぐらいです。
計画さ。私が乗った高速バスは快適でしたね。うん、右側通行じゃないです、今は。名残、ああ、どうですかね。それは混乱しちゃまずいから、徹底してそうなもんですけど。3、多分20度ぐらいだと思います。お、小さい子供たち。ライダーさん連れてこなかったの？ライダーさん、そうですね。沖縄と青森の人は何言ってるかわからないね。沖縄の次は？青森も結構わかんないことあったな。ん？沖縄の次は？なんて。結構子供がそこら辺で遊んでますね。外で遊んでる。さん、ヤギ汁は確かどっか売ってると思いますけど、あれ八重山の方だったっけ。野宿は今回やんないです。荷物を軽くしてきたんで野宿装備何にもなし。なんか気持ちいいです。気持ちいいですか。私が言うならともかく。ん？ルート上のお店？というと？ご近所さんはツイッターで行きたがってましたよ。あ、本当ですか？ちゃんと見てなかった。何日まで沖縄ですか？31日の午後まで沖縄です。31日の15時の飛行機で私は福岡移動。ホラフキーさん 何時の飛行機だったかな。確か聞いてないかな。うん、で私は前何時かけたっけ。ああ、シークワサ。福岡では多分反応しないかなと思います。ゆみちゃんはラグありますね。あ、ここがある。あとスパはどこ行った。スパはなくなったのかな。コンビニのポプラは前見た時は確かなかったと思う。宿は結構空いてると思います。何やつが多い。なくなったそうですか。軽自動車、軽自動車が悪いみたいな言い方しますね。毎回そういうコメントあるな。何がいくら。ちなみに宿はだいたい2500円から3000円とかが結構あります。例にはまたあなたか。あ、これは高速か。あれ、高速ってまだ伸びてるんだったっけ。北の方に。ふとふとはどうだろう。市街地抜けて島の方に行ったら少し良くなるかな。強行相手がいないから。うん、読み込みが発生。読み込み、読み込みは何だろう。延長は大丈夫。あ、そうだ、延長だ。延長はちょっと延長処理します。しかし今日は乗り物の中でよく寝たな。延長はできてない。え？トラブルですか？いや、延長しようとしてるんですけどね。返すことが少ないからか。あ、出た。更新で。あー、今電波弱いな。やばい、ちょっと電波悪すぎるんで少し先に行ってからまた。
音すら流れてこない。なんだこの電波の悪さは。これはする先とか、てか間に合うかな。よいしょ。起きた。やばい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 。あと19秒。早く早く早く。やばい。うん、できてたのかな。今これ繋がってるのかどうか分かりません。登るところから行って行ってないな、これは。これはツール再起動か。じゃあ2つ押しといて、行ってないな。ツイッターで、あ、来た。懐かしいな。もう一度。音だけですね。音だけ。この黒い画面がエロい。繋がれ。あ、やばい。この遅さは繋がってない。ああ、プライマリーサーバーエラーかよ、もう。はい。じゃあ。どうだ？どう、あ。どうでしょう。餃子好きですか。ダメだな。なんか電波妙に悪いです。とりあえず先行きます。先というか電波があるところへ。真っ暗で何も見えない。繋がってます。音声の音。FM LE が早速ダメになりました。プライマリーサーバーエラーです。あ、サウンドオンリー。まあ行くしかないですね、これで。電波自体はそんなに悪くないらしいんですけど、カメラ大丈夫です。こっち側の問題は特にないんですが、サーバーにデータが流れない。アンテナ音だけと音部は似てますね。音部米軍か。まあとりあえず先に進みます。
花城か花グスクか。沖縄ではお城の城って書いてグスクって読むんですよね。なんでかよく知らないけど方言かな。あ、来ました。通常配信です。そうそう、昼ご飯どっかで食べないとな。食べるとしたらもうそろそろ食わないとタイミング的におかしくなる。延長詐欺に遭ってます。延長詐欺と、あとよくわかんないんですよ、サーバーにつながらなかったり。待ってて、寝すぎて頭痛い。今日は電波ました。電波良くなるまで我慢するしかないですね。島に渡る橋まであとどんぐらいだ。まだ半分ちょいは来たかな。ダオ、あ、峠ですよね。峠って書いて、山口ではそれをダオって読むっていう。だから前、向かい峠かと思ったら、向かダオだったっていうことがあるかな。電波悪いな。弁当とか買って食べたいな。ホットモットだとなんか地元食が出ないので。あれ、ちょっとそば、いや、少し詰まればいないで。ここで弁当買ってったらどうかな。ここで弁当買ってどっかで食うっていうのは、昼飯まだなんで弁当買っといて、はいはい、どっかで食うっていうのはいいかなと。さっきホットモットがあったけど、もうちょっと地元的な方があったらいいなと思って。他も多分あるだろうな。フォークなんとかって名前で。耳が赤。昼、今どこまで聞こえてましたかね。昼飯か、そう、10時過ぎに、なんだっけ、あれ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 、A&W でハンバーガー食ったんで。あの食堂がいい。あの食堂、私は今この食堂引かれたんですけど、どっちにしろ弁当買った方が時間的には短縮できますね。じゃあちょっと弁当買ってくるので、今音だけかもしれませんけど少しお待ちください。
ってきた弁当を、からしの弁当と僕の、何ない。よし。Wi-Fi。あ、そうか。じゃあちょっとこっちに入れましょうかね。全部入るから。食べましょうっていいですかじゃあ。ええ、だいぶ余裕がありますよ。まあ、全然。自分に服持ってるんで、背負え、背負っていけば背負えるんですけど。パクロ。今、手下の声パッと探して。はい。まだ行ってないのか。だいぶひどいな。お弁当はですね、カラスナー弁当とあとフーチャンプルのフーチャンプルの単品買ってきました。お弁当が400円で、フーチャンプルはグラム単位だと思うんだけど。マイク落ちてた。これ下手すると車輪に巻き込まれてちぎれるからな。すいません、失礼しました。マイクは小さいもんで、胸元についてるかついてないかって感触者分かんなくて、落ちたらそれまでなんですよね。今後もよろしくお願いします。指摘の方よっか。うん、腹ペコちゃん、腹もペコちゃんだし、声これでどうでしょうか、どうでしょうか。落ちてました。ラグひどいな。どこで弁当食いたいんだけど、いいとこないかな。島に渡った方がいいんですけどね、雰囲気的には。すみません、一応聞こえてたのか。でも何箇所途切れるのは、なんかドコモの電波だけの問題なのかな。民族資料博物館の掲示板になぜか前在の表示が、ジャミングは前 GPS に実際にかかってましたけどね。 SA 信号ってやつで、でそれが前別の手段でジャミングができるようになったからってんで解除されたんですよ。それまでは GPS の精度って確か10メートル20メートルぐらいの誤差あったはずです。 SA 信号が廃止されたのは確か2000年前後じゃなかったっけ。もうちょいだとかな。北のヤンバルにはそうなんですよ、寒さ苦手です。中を見る途切れか。冬虫どうでしょうね。
今バンキー治療院かっこブーブーって書いてあったの意味がわからん。バンキーもブーブーも意味がわからないんですけど、バンキーカタカナ、ブーブーひらがな。だいぶよろしくないみたいですね。お互いもうちょっと荷物の中で上出しとくかな。なんか雰囲気いいとこないだろうか。来る。あ、もうすぐ島に渡る橋だ。この奥部島だか大部島だかっていうところで食べたいな。あと 2,3 キロで最初の島に渡ります。ほら、こう行ってこう。あ、地図日本語出るのいいですね。そう、あのこれヤフーの地図そのままなんで、ビットマップなんで。そうなんですか。ただこれあのファームをなんか海賊版じゃないけどいじらないといけない。ん？ツイッター、あ、いらっしゃいませ。で、どの方だろう。ん？パソコン何しますか。うん。可動性しかダメか。うん。ちょっとじゃあ、あ、クリスト。ワイマックスあるんですか、こっち。なんかむちゃくちゃ電波悪いみたいです。無で、フォトファイル。え、あ、どこまでです。そうです、ちょっと荷物のできるだけ上に今出してみましたが、多分変わらんだろうな。確かにあんまよくはなさそうです。うん、ちょっと放送の方はすいません。動画の方は問題ないけど。あ、サンピンチャー。よし。うん。あ、フォーマー。やっぱフォーマーですか？それでもこれか。沖縄で放送って私やるの初めてですから。あ、前来た時は PHS で通信してた。エッジで。7年前は。おお。うん。現在地は地名がちょっとわかんないですね。どっか表示が出てりゃ分かるんですけど、うん、うお、こんな道か。おお、これはほどいた方がいいな。車道のこっちが狭い。あれ10年くらい、あれ見えない見えない。マフィさんが、あれ見えない。あ、もういや、車道行くか。音声は聞こえてます。うん、音声聞こえてます。今なんかのでっかい川の河口を羽地大橋ってところ渡り始めたところです。パラボラだったら向き気にしなきゃいけないですね。どれが島だ。こん
の羽地湾っていうのは周りが全部島かこの本土に囲まれてるからどの部分が島なのかよくわかんない。けど仕方がないのかりゃ、あ、この橋前渡ったな、覚えがある。そうそう、前泣き陣から朝出て雨が降るか降らないかで日だったら、え、キノコのオブジェ、あ、撮影してたんですか。あそこの橋だ。この電波やろう。風強え。クロッシー、クロッシーはフォーマーを含むエリアになるんですかね。ただ今のフォーマーの回線が2年間安い契約してるんで NME なんで変更できないんじゃないかな。変更できたとしても安くなくなるんじゃないかな。え、カクカクテコで、え、来てる。あとなんであそこの橋あんなに車通ってんだ。ん、あ、場所中押しってとこです。中押し、市は次って書いて市です。おお、珍しい自転車。あ、アンカーのマジョーラカラーだ。あー、こんなとこあったか。こっちがあったらここで買い物した方が良かったかもしれない。アウトレット羽地、あ、でも弁当はないかな。いや、ありそう。うわ、気になる。熱烈餃子とか書いてある。満足点じゃないです。いや、うーん、いや、うーん、もうすぐあの島に渡ります。最初なんか小さな島を経由して矢がなんとか島ってとこに渡ります。今1時間ぐらい経ってようやく島に渡ったとこだから、矢がじ島、氷島まで9キロ。ああ、これは予定通り回ろうとすると、そう、今ホラフティさんって人と一緒です。前に四国の年末旅行で一緒に走った人。撮影です。氷島まで結構あるな。どうしようかな。延長か。そろそろですね。あ、延長、自動延長にしてないや。さっきツール再起動して、はい、で、じゃあ最初の読みがわからない島に。おお、ヤポミ綺麗ですね、この天気でも。夜の遊びスポットはもう全部終わりました。遊びスポットか。那覇、うん、那覇31日にの、まあ、午前午後あたりかな、あの飛行機乗るまでの間に回ろうと思ってますって。聞こえてるかな。あ、写真撮ってるな。ちょうどいいや。よいしょ。さあどうだ。
八頭島に入ります。延長できてないよな、明日。よし、ちょっともう一遍 FM エリー試してみます。こうして、ダメか。ああ、さっきの詐欺ですね。そうですそうです。奥島に入ります。僕のエリアはないじゃなかったっけ？じゃあ、お待たせしました。なんて読むの？なんて読むんでしょうかね。漢字で書いたから。読谷か。大島？宮城鉄か？鉄王の墓。誰だろう、宮城鉄夫さん。そうそう、沖縄といえば立派な墓があちこちあります。どういう言われのあるお墓なのかちょっとよくわからない。いや、これ普通の墓なんですよ確か。動いてない。あちこちあるんで、特に有力な人だけってわけじゃないみたいです。現代もそうなんじゃないのかなとか言ってる間にもうこの島終わってしまう。てかお墓ばっかりだな。墓売りますって。欲しいの。確か八頭島とかエリア内じゃなかったっけ。ないですよね。欲しいな。よっと。あそこで食べられるな。食べられるかな。あれは椅子？ちょっと電波はそう全然できてないけど、あそこ場所いいですね。いいですね。じゃあそこでご飯を行きましょうか。放送の方はもうどうしようかな。これは全然できてないから一旦切っといた方がいいかな。どう？ダメっぽいですね。60、30、なんでこんなあるんだろう。設定をちょっと変えて320、240の現在停止があと1分遅れの方が教えてないで。これで、音声1分遅れ。声は聞こえてるよ。声か、なんかどうしようもないですね、こりゃ。一応ほっとくかな。見捨てられた奥部島の
外れで良い、あずんを見つけたので弁当食べます。いや、改善よりも私はご飯を優先する。ほっとけば OK。 うん、放置になりますが、あれ、大島の外れで良い東屋を見つけたので弁当食べます。まくら放置に、あー、ちゃんと変換できてない。まご飯食べる場所だけは電波あるよ。おうちにロボさんが白鵬で連絡してくれたらクロッシー行かせてやったのに、いかやくクロッシー、いや、そこまで後で返すタイミング難しいし。ご了承ください。ロボさんにはこちらの声聞こえてないのか、うん、声は来てますけどね。になりますがご了承ください。じゃあコメントは、じゃあiPhone 経由で見てますんで、じゃあよっと、はい、よいしょ、そしてで見てますので、うん、本当に電波ひどいな。コメントは iPhone で見てますので、 OK。 逆に LTE だと電波入りやすいことあるんですかね。いやー、どうですかね。あれ、量風強そうだね。風はちょっとありますね。ログイン、ログイン、さあ来い、さあ来い、一応ホテル東和です。って声言ってないかな。じゃあ食べてきます。GoPro の録画のためにそして。
あっちの方が綺麗なんだけど、絵的にはこうかな。これ解決。行ってますね。行ってるんですよねと。コメント読めてません。なぜかコメントビュアが同じアンパンマン。変わってる感じだな。髪ひどい感じだな。
らがなの巻き師。パン屋さんなんですよね。うん、今のは巻き師パンっていう、ひらがなで巻き師って書く巻き師パンっていうパン屋さんの車がアンパンマンのテーマ流しながら突っ走っていきました。パン屋さんでアンパンマンなの分かるけどな、通り過ぎるときにドップラゲーションで上がりました。気づいてなかった。あ、笑っちゃった。お分かりいただ
砕けただろうか。そこのホテルの向かいはよく使う。まだ電波復活しないね。ここは島だから電波来ないよ。那覇は慣れたらこんなもんじゃね。ほとんどそうかも。何か無線の更新みたいな音はいるな。トムト、
雑音だけになっちゃったね。乾杯してる、わら。氷島まで行ってほしいな。絶景でおすすめですよ。会話してるのかな。無言。普通にここは繋がってるんですけど、うん、残り3分くらいです。彼女の話はないな、わら。何の話だ。お待たせしました。延長もまた反応がないな。なんで？今延長できてないですよね。あ、来た。では、いや。いや、が、なんとか島に渡りますと。では、矢がなんとか島に渡ります。よし。うまかったですか？うまかったです。カラシナが思ったよりピリッとしてなかった。あんなもんだったっけな。さてどっち回るかって言ったらやっぱり反時計回り、違う時計回りか。あ、そうだ、一応さっき渡してあったの元に戻しとかなきゃいけない。一応現状復帰。これです。この山にもサイデというビーチがありますが、サイデ
再なんとか、ちょっと、どこだろう。まこちゃんうまいですね。おお、これ沖縄琉球ガラスってやつかな、あの廃物流ガラス修行。おお、なぜあそこに人がいる。あれ繋がってんのかな。あ、砂浜一応繋がってますね。はあ。空が晴れてても綺麗だと思いますよ。さて、山は何島だったっけな。おお、すごいな。クロッシーだとそんなに良くなりますかね。電波がないとこってフォーマとクロッシーでおそらく同じだと思うんですけど。フォーマがないとこでクロッシーが電波あるっていうことあんのかな。ちょっとコメントでちゃんとしといた方がいいかな。いいよ。追いかせるってことはこれ帰りは大変なことに。フォーマの電波がなくて、クロッシーのでがあるところであるんでしょうか。同じだと思うんですけどね。うん、多分そうだと思うんですよね。うん、あ、もしあり。先生来ましたか。八ヶ瀬島かな。さっき確かどっか読み合ったはずなんだけど、もう忘れてる。八ヶ瀬確か市って書いてなかったかな。でも字の方が可能性高そうだから八ヶ瀬島しとこう。今八ヶ瀬島を走り始めました。しかし思ったより市街地ってわけでもないけど家があるな。やがじ、じでいいんですかね。天気とあともうなんか暗くなり始めてるような気がする。クロッシーのガタが開いてる可能性はあるのかな。開いてる。ああ。
順調です、うん、あ、今ここは大丈夫ですか。しかしここまでなんか放送的に無理があるとは思わなかったな。日暮れまでだと2時間ちょいぐらいで、まあ日暮れ気にしてちゃもうダメかな。氷島まで行ってしまいたいけど、だいぶかかるな。あ、ただ走るだけだともったいない。なんか島っぽい面白いところ見たいんですけどね。氷島までまだ6キロあるのか。なんかラテンな感じの。あ、あった、ヤガジか、やっぱジか。よし、ヤガジ、ヤガジ。やっぱ読みにくいな、あれは難読だな。で、これで島一周道路の分岐点か。塩田って書いてある。思ったより大きいな、この島。動いた。コメント今全然なかったですよ、ずっと。まあ、映像ないからコメント少ないってのもあるんでしょうけど、今ほとんど切れてたんじゃないかな。あ、動いてます。じゃあ電波復活したのか。途中悪かったですね。今結構風があって追い風なので後が怖いです。帰り結構な逆風になりそう。沖縄から自宅へ自転車だけで帰る。そうなのか。あ、ここは氷島には遠回りですよ。遠回り、いや、どっちにしろこの八ヶ島一周しようと思って氷島に行ってる時間はあってもなくても行っといた方がいいな、今のうちに。明日は朝10時の便で、10時半かな。なんかもうほんとひどかったですね。で、あの運転港、運を手に任せるの運転港っていう港から伊是名島っていうところに渡ります。天気悪いです。天気も悪いってまでは言ってない。あの天気は、雨は降ってないんですけど曇ってますね。暗くなりそうね。暗くなりますね。日が暮れそうです。これどうしようかな。やっぱり一周行くんだったら左ですけどね。こんにちは。あ、こんにちは。今日から沖縄ですか。ちょっと待って、氷島に渡る橋、これどんだけ長さあるんだ。あ、GoPro 録画してます。氷島で渡る橋、これ3キロぐらいあるのか。往復6キロぐらいあるか。まあ、とりあえずこの島をぐるっと回って。画質悪すぎて風景の良さがわかんない。橋が3キロもあるの。橋が3キロぐらいありそうですよ、見たところ。この八ヶ島から氷島に渡る橋、すごいな。
前あのどこだっけな、カツレンジョースの近くの海中道路はどんだけあったっけ。ここは7月20日頃に赤字ロードレースというのがあります。あ、ロードレース結構の離島の方でもやってますよね。ロードレースとかトライアスロンとか、あの伊是名島もなんだっけ、トライアスロンだったかなんだったかの通りもと言われてるっていうような。橋は、いや橋の方があの周りが開けてるからつながりやすくないかな、どうかな、切れます。とりあえず小売島に渡ったらあの市街地の方だけ回って山の方に行くのはやめとこうかな、時間的に。昔の沖縄旅行はこういうなんか時間に追われちゃいかんな、こんな焦っちゃいかん。あとは帰りバスリンコって言ってもあるんですけどね。裏側の山はきついですよ。裏側のですよね。まあそれでも標高100メートルぐらいだったかな。それ一周回ってると時間をそこそこ。東北、そう。ツタ系の植物があまり見当たらないからかな。あ、でもあの場、ああいう売店見ると共同売店、沖縄っぽい。だいたいこういう面構えしてますよね。毎日1ページ溜まった分嬉しいなっていうのは何だろう。夏休みの日記か何かか。あ、これは左の道に入っていくと、左に交番あるからトイレ借りて。バスですね。トイレ借りて、ちょっと待った、トイレ借りてって、なんで私があなたのためにトイレ借りなきゃいけないんですか。ちょっとだけ左入っていこう、時間ないけど。沖縄限定ドリンクとかないの。限定、まあ三品茶が、まあ休み茶のことですけどくらいかな、独特の飲み物って。お、なんだあれ、スズメじゃなくてでっかいやつ。コツコツにいっぱいつくよ、なんだろうな。気温何度くらいですか。気温は20度はもう切ったかな。そういえばさっき何のお弁当食べたんですか。さっきはからしの弁当です。あれもしかしてあそこの岩に書いてある、あれ根性、根性って書いてありますよね。根性ですね。矢賀中学校すごい、あの、ね、正門のとこにあるあの岩に彫ってある文字が根性、かっけー。今時根性推しはなかなかないですよね。このね、ゆとりゆとりと言われてるこの、ね、時代に体罰とかもあのもうほとんど無理な時代に。いや楽しいですね。いいな根性。根性、あ、イベントありがとうございます。今時珍しいですよね。ちょっともうここから折り返して、沖縄っぽい A&W のルートビア飲みました。成人式、あ、なんか成人式はなんか柄が悪いとかなんとかネタされてましたね。でもそれも多分一回騒ぎになったの福岡のあの暴力団と一緒で、まあいいけどね、いいけどね。はいはい、精神論を、精神論、根性で全て解決。さすが沖縄だ。でも沖縄根性ってちょっとなんかわずかにニュアンスが違うような、もうちょっと緩い感じがするけどな。あ、ハイビスカスが咲いてる。根性ないやつが多すぎるんだよ今の時代。うん、沖縄は根性ある人少なそう。ん、何の作り？沖縄はのんびりしてるから根性と増えないね。ああ、そうそう。あの、だいたいオレンジ色か灰色で瓦がコンクリで固めてある感じですね。沖縄を越えられたら本当に戦になるから。あ、これこれ。これも古いな。うん。形がどこ
ですよね。瓦の質感もなんかあのコンクリっぽいっていうか。そう、本当暖かいですよ。あ、すごい、起床6時半、帰宅6時半って書いてある。はい、よく、いやさっきのどうだろう。お、話す場で、なんか店主らしい人が自転車ジャージっぽいの着てたな。ゆとり根性、わら、ゆとこん、さっきなんか自転車ジャージっぽいの着てませんでした？あの、あそこに座ってた店主っぽい人、違うかな。自転車じゃない、自転車じゃない、それ遺伝子組み換えてないみたいなもんか。これは電子菊だったと思います、確か。泣き人の方でもあのよく作られてた。昼寝はしますか？昼寝は今回はもう散々してきました。飛行機で3時間寝て、でバスで1時間45分寝たかな。ヤンバルクイナはあの超朝方にいるらしいですね。4時台とか5時台とか。ホラッキーさんはまた箱根駅伝走るの？箱根駅伝走るんでしたよね。え、箱根駅伝から追われる。画質、うん、画質は FMLE が今繋がらなくなっちゃったんで、これが精一杯なんですよ今。通常配信です。枠取り直したら多分できるんですけどね。シーザー飾ってないかな。あれシーザーですよね。シーザーはなんかあの大昔のってひどすぎるな、説明が。なんかローマ帝国っぽい感じのあたりの話。シーザー、シーザー、カエサですね。あ、カエサルと書いてシーザーか。まあ、まあ、読み方の違い。ええ、あの CAE なんとかかんとか。ブルータスよ、お前もか。お前もかの人か。ちょっと待ってよ。ゴーヤキャンディーは、まっすぐだとこれは、ですね。あ、いけそう。あ、大丈夫です。合流します。いけるいける。ただ、あの、細るかどうかあんまり。ゴーヤキャンディーはあっても良さそうだな。ここから右で。電波的には問題あるかな、こりゃ。村人の 50% 派、具志堅ヨーダカ陽子。ゴーヤーの苦味ですね、苦味。こういう外壁は沖縄って感じ。外壁、そうそう。なんかコンクリーそのままみたいなとこ多いですよね。お、黒猫。ん、何ソース？あの鳥なんだろうな。さっきもいたけど。今沖縄なんですか？今沖縄です。沖縄の八ヶ地島っていうところ、2番目に大きい市街地というふうに確か私は聞いてた名護のあたりです。名護市。気温も高いしな。台風。対台風。チュアスチュアス。カエサルとか。ミリウス。歓迎ワンワン。覚えてますね。で、映像入ってないかな。ワンワンを。マス低そうだし。安定のワンワンを。超えられますね。待機制限終わったのか。待機制限どうなんでしょうか。あ、オッケー。別枠にしたら FMLE できるんですけどね。え、ぬるぬる、なんでこんなとこで。さっきあんなダメだったのに。まあでも多分それ一過性のもんですよ。すぐまた悪くなりますよ、どうせきっと。沖縄でも吠えられる。おお、犬は結構いますね、こっちは。いや、あ、そう、私も最近それがひどくて。鼻がいいんです。いい、もう登りきつそうですね。なかなかの、うわ、登りですね。はあはあ、よし、はあ、2番
いや。ロボさんのハーハーたまりません。ハーハー。できるだけ母音を入れないようにハーハー言う。え、母音を舐めないように。お。今の聞こえたかな。大変失礼いたしました。っていうよりは、はあ、はあって言った方がなんか嫌な感じが増えるんで、よっとっと、そうそう、でも私はこういうところを走りたくて来ております、こっちに。夫婦、こっち行って合流かな。ああ、いい感じ。なんかでも景色的に寒そうに見えてるであろうのがちょっと悔しいな。ないですね。もっとなくてもいいぐらいだ。あ、何もないって言われたんで。これはサトウキビかな。サトウキビってもうちょっと背が高いような。分かる人いるかな。画質も画質だし。お、いやいや、これは向こう側ですね。雨明日から降るんですよ。一家全滅した基地という文字列の意味が分からない。もうそろそろ郡島に渡るところに行けるかな。まだだな。まだこれ何時に向かう橋か。止まったか。信号機、うん、確かに合わないですよね。うわ、もうすぐ16時、やべえ。郡島まで 4.5 キロ。え、あっち、あっちか。いつまで？31日までです。お店は何だろう。アディクションズ。直すば、そばのことですよね。沖縄そばは今回まだ食ってないです。いで温めたい、温めたい、寝すぎて温めたい。まあ、いずれ食います。沖縄は超暖かいです。本当に今、長袖アンダー、長袖ジャージの状態で汗ばんでます。仕事納め、私に関して言うと違いますけどね。単に早く出てきただけです。ラフテーはどの部位だったっけ。まあ全裸でも結構耐えられますよ。さすがに風当たってると寒いけど。お、オランダバカ。読みだけ読むと大変支障があるような。オランダ墓と書いてあると、オランダバカって下に完全ローマ字で振り仮名振ってあります。国際問題に発展しかねないですね。オランダバカ、オランダバカ。オランダ人失礼な。海では今回は泳がないです。っていうか、夏に来ても泳がないんじゃないかな。そう、オランダバカ。しかもオランダはローマ字表記なんで ORANDA ですよ、オランダ。お、ここにも共同売店。運転バルかな、確かこれ。運転バル共同売店。で、北の方のヤンバルっていう、山原っていう方に、山岳、まあ山岳でもないけど、民家が少ないとこ行っても大体共同売店があって、
回線ですか。誰がいるの。誰が。ホラフキーさんと一緒です。ホラフキーさんという人と、ホラフキーさんを紹介するとどうなるんだろう。私は前から一緒に走ってた人なんですけどね。今日沖縄に雪降ったら1億円あげるよ。1億円やった。ロボさんなんで沖縄に詳しいのでしょうか。沖縄に過去2回来てます。2回来てそれぞれでだいたい1周回ったんですけどね。あとは八重山の方に行って、石垣島本島は全然回らずに、西表島と、沖縄に、あと黒島もあった。うん。で、今日は仕事休みっていうか、まあ休んできてます。お、うわ、すごい蛍光色。シーさんいましたね。あ、いました。そこの蛍光色の植物が気になる。すごい色。まあ紫なんでしょうけど。ショッキングピンクっぽいな。西表さんロボ、休みたい時に休んでるの。山ロボか。休みたい時に結構無理やり休んできてますね。なので私は1月4日は出ます。代わりっていうわけじゃないけど。晩ですか。ホテルだったら、いよいよ肥料の匂いがする。宿に、ホテルの部屋に入ったら何かやれるかもしれないですけどね。まあ外に出て夕食を食うタイミングとかだったらって、そこまで指定すると厳しいか。抜くと思いで泣く植物。マンティコアでしたっけ、なんだっけ、マナンとか、マナンとか。マンティコアなんかあのライオンっぽいやつだったっけ。もうすぐで橋、氷島に渡ろう。ここまで来たから。ホテルはどうせ素泊まりだし。今日も就寝前配信するのでしょうか。就寝前、多分やると思います。マンドラゴラ。マンドラゴラでしたっけ、あの手足が生えてる感じの大根っぽいやつ。ドラクエとかに出てきそうなやつですか。マンドラコラ、マンドラゴラ。やっぱり氷島まで3キロ、あれ 2. 何キロか、 2.9 キロ。九州の正月って暖かいイメージある。九州全然、少なくとも私の住んでる福岡の、あの福岡県古賀市は普通に雪も降ることもあります。あの 太平洋に面してる方が暖かいと言われますけどね、宮崎とか。宮崎でも山の方に入ると大変ですよ。高千穂の方とかえらい寒いです。久々にロボさんの配信券に来ました。あ、久々いらっしゃいませ。自転車はビアンキの 黒いクロスバイク。あ、シーサー。いやいやいや、こっからの眺めは結構なものになるんじゃないかな。うん。超焦りましたね、ポタハイ忘れ。今朝本当危なかった。放送ができないどころかネットから切り離されるから、まあ旅行的に言うとそれはそれでありかもしれないけど、あの私はその場でいろいろ調べて走ってるんで。名古屋に、なんてなんて、高速バスリンクは大丈夫でした。空いてますからね、特に昼間だったし。ここが絶景ですよね。地図上でいうとこれ絶景だと思います。おお、なんか見えてきた。なんか見えてきた。まっすぐの海中道路だから結構な眺めだと思いますよ、あそこの左側の方も。あ、氷島結構市街地あるな。
4時だ。鑑真和行？ん？鑑真和行？なんだろう鑑真。魚多分出ると思いますよ。青とか赤とかのやつですよね。セルリアンブルーみたいなやつ。ウミガメが泳いでますので、ウミガメがマジで。うわ見て。ウミガメは見たいな。あれにもは？お。うん、沖縄にいる超勝ち組ですね。本当に暖かいです。飲み物屋さんがあるな。ホットココアカフェ、ハニーコームって書いてある。ハニーコームってなんだっけ。あっちの口、ここから歩くよ。当たるよ。え、歩いて当たるのかこれ。あ、本当だ。どうですかこれって。多分ピークまで行かないと全部は見えないな。おお、海だ、綺麗だな。釣り切り、わらわら。今釣り切りって書いてあったかな。おお、これで空がもっと晴れてたらな。今朝いらっしゃいませ。おお、島は。そうです。僕は雨雲呼んでしまったらしい。雨雲呼ぶ男だ。海が綺麗なんですよね。そう、晴れたら綺麗だと思います。そう、画質がゴミだが。歩行者ですよね。あ、リコありがとうございます。それが私の狙いです。あなたも自転車旅行に染まってください。やってください自転車旅行。じゃあ旅行人口を増やすためにやってるんで、この放送は。長い橋だね。この橋が先があります。うん、電波こっちの方が多分取りやすいと思います。私はなんかこの色は水色、緑が入った水色みたいな、セルリアンブルーっていうのかなって思ったんですけどね。セルリアンってどういう意味だったっけ。今日はなんか、あの競技やってるような人一人だけ見ました。自転車は。風は今はビアンキーの色。結構横風なんだなこれ。7月と10月、何が。踏むれ大丈夫かもしれないね。踏むれ、なんで踏むれじゃないかっていうと、この枠内だとどうしても繋がらないんですよ。 FMLE がサーバーに未だに解決してないんです。この放送のおかげで決心で、決心で、ん？おお、そうそう、こういう景色、こういう景色。もう写真は好きなだけ撮っていただいて。ね、暖かくてこの景色ですよ。片道2万ぐらい帰ってきただけある。今回はチケットが確か羽田那覇が前割り14ってやつで、8000いくらぐらいだったと思います。画質悪いんですよね。まあ色だけでもわーって、なんだこの色。下が白いと本当すごいな。海は浅いですね。すぐそこにあの底が見えてます。エメラルドだよ、泳いで。ですね、これ多分サンゴ礁の遠浅だと思うんですよね。で、向こうの方に行ったら多分外海との境界線があるはず。休みは3日まで休んで4日から会社出ます。あ、コマ送り、なるほど。やってみましょうか。
今でも結構画質寄りじゃなかったかな。実家帰ります。31日に、あ、そっか、よく書いたら320でやってたんだった。512にして、で画質寄りにこんなもんか。傾いてんな。これでどうですかね、こんなの。すいません、さっき解凍度下げたんでした。そういや、これでこれでちょっと暗いのがもったいないですね。天候のせいだからしょうがないですね。コールジミはどこ回ろうかな。時間がどっか展望台みたいなとこあったらそこに登って。おう、あれ焼き芋屋さんか。あれなんだ、森で。そうですね、ソフトクリーム線の、結構あちこちありますよ。海が綺麗だね。ツイッターで後で送ってね。ツイッターで、ツイッターで送るには今 iPhone で撮らなきゃいけない。晴れてないのだね。デジカメでは撮ってるんですけどね。散々散々。この島は意外とでかいよ。大島ですね。ああ、お願いします。ホラフキーさんの方が今、ホラフキーさんの方でツイッター上げてもらうことにしたので、ね、写真を。ホラフキーさんのアカウントはそのままですよね。ホラフキーさんのアカウントは HORAPHKY っていうアカウントで、ツイッターアカウントで。兵隊ヤクザ、なになに。綺麗ですね。ビーチに人いるしな。まあ、それは今でも江ノ島とかでも一緒か。寒くても人は出てる。嘘しかついてないです。全部反転して考えなきゃいけない。何が面白い。そもそも釣れるのかな、これ見たとこ。魚影が、そうだ、カメラのウミガメがいいって話があったけど、今のとこ気づいてないですね。見たのかもしれない。海底も結構近いと思います。この色は下が白いからこう見えてますね。ホラッキーさんとどうやって見つけられるんですか。ホラッキーさんと会ったのは大学の時の友達つながりですね。詳しいことってなんか会社まで断られそうだから秘密にしとくか。ほら、ビーチ、ビーチ、台風、うんですね。なんかビーチを見ると、海に向かってバカ野郎って叫びたくなりますね。バカ野郎、好きなだけ。それは思う存分。伊是名島は今まだ見え、あれ どっちなんだろう今。伊是名島船で1時間ぐらいだから結構離れてるんじゃないかな。泳いでる人は見ないですね。サーフィンをやってる人は、っていうかサーフィンこういうとこできないのかな。すごいな、12月末に。でも我慢すればいけそうなぐらい。寒中水泳ってほど厳しいもんでもないですよ。そうですね。これぐらいだったら。サメ見れるんですか、マジですか。たまにサメがいるんだそうです。マジですか。怖え。あと今この橋から海への飛び込みは禁止ですって書いてあった。楽園ですね。いいですね。さてどうしようかな。小売島に来たのはいいけども、一周するにはちょっと時間的に厳しいし、なんか観光案内板みたいなのもないのかな。
小石島と書いて小石島って読む、ね、あれは楽園といえば平井堅だな。ブルーシールアイスか、ここで食ったら夢しきついかな。あのなんていうか粘りがあるアイスでうまいんですよあれ。大丈夫ですかじゃないですか、まだ4時ですよ。いけますかねじゃあちょっと食ってしまおうかな。別に空港とかでも食えるんですけど、ブルーシールアイス。寒そう。寒い。いやそれが全然。あ、トルコアイスとかに割と近い感じ。うん、そうですね。ここウニ丼の店ありますよ。小売島の名物ウニ丼、期間限定。今やってんのかな。うん、コミカルシーサーいますね。今一瞬ケミカルって言いそうになった。ケミカルシーサーもかっこいいけど。どうすかな。またちょっとカメラ置いて買ってきますね。そう。ちょっと買ってきます。アイスはどっか。300円ぐらいじゃなかったかな。広島は鹿児島ですね。ベニーモってわかる？見た目でわかりますかね、ベニーモ。ベニーモです。280円でした、シングルで。うん、横浜朝寒かったですよ。で寒い中走って、で、ことはやされて気が付いて家に帰って、で、結局最寄りの駅から臨行したので、特に意味がない朝の、あの、
寒さ修行でしたね。エンドダブル食いましたよ。21度か。さてみよう、これは紅芋の、山の装備、ホラフキー山の装備、ホラフキーさんってことか。装備はこうです。おいくら280円、280円のやつと300円のやつがあります。ダブルだと450円。苦しみますって何のことですか。苦しみますって何だろうな。自転車の音だ。うん、このバッグはリクシンカウル。うん、高いですね。東京のあの、そう、寒さ、異常な寒さが嘘のようにあったかい。うん、やっぱり粘りがあってうまい。腹壊す。チンアナゴのアイスも美味しい。チンアナゴってあれですか、あの幼児みたいな魚ですかね。うん、あと小島、確か自転車はフェル、ロボさん系の顔ですね。フェルトバイクですね。うん、あ、フェルト、あ、フェルト、はい、フェルトのどれかです。どれですか。東京のどれって、あ、モデルの名前ですか。うん、なんだっけな。薄く巡りしろ、命令すんな、てめえ。命令したからもう絶対やんねえ。え、55?55 です。上り坂ですぐ足がつくのですが、コツありますか。うん、八重山には上り坂で足がつく、いいことですよ。私はもう足つきまくりながら登ってますよ。いいことですよって推奨するのも良くないか。ケアロボさん、おはようございます。前、やっぱスタンドはどうだよな。いや、私スタンドだった方が好きですけどね。知ってよかったですね。銀行の都合上、あの、スタンドつけてないだけで。スタンドでいいんですよね。うん、まあそこはスタイルは個人個人の違いですけどね、考え方の。ドロケもドロケもついてますよ、ドロケ。スレスレですね、このドロケ。ドロケはね、便利なんですよ。ん？ドロケ、あ、ドロケ。ドロケ便利ですよ。ラクト、あ、どうだろう。安いよね。ロボさんの装備は。あ、安いってのは運賃がってことかな、飛行機の。私の装備は、こんな。リアキャリアに、どこのメーカーだっけこれ。オルトリーブ、オルトリーブ。オルトリーブの完全防水のやつを乗せてるだけ。いつもと同じですね。うん、いつも通りです。例えばロボさんのこの自転車、僕、実物見るの初めて見ました。もうだいぶ汚れてきました。うまく固定してるやつ、すごいね。軽装ですね。あ、これはヒートボスのやつですよね。じゃあ違うか。こうだ。あ、陸戦カーブ。どういう服装で。あ、まあまあ似た感じかな、私も。ホラフキーさんもこんな感じ。いい自転車。うん、値段高いやつあんまり私には必要なかったかなと思って。サドルいいな。このズボンいいですね。割とペラいやつですか。ペラいですよ。ペラいペラい。いいな。これどこのやつですか。ここパール、パール。あ、そういうのあるんだ今。私これ古いパールのやつです。どっしりした生地です。なんか街のなんかトライアルかなんか用らしいんですけどね。一部はストレッチ素材が使われてるけど、だいぶ重たいです。自転車歴。ホラフキーさんの自転車歴って、これですかね。5、6年。五六年。どんどんお友達ができていきますね。2007年初めだから。女性の声からく。ホラフキーさんの身長は6年。結構長いですよね。いやまだまだまだ。私なんかまだまだひよっこですよ。自転車、割とあの人に聞いたら去年始めたとか人も結構多いんですよね。うん、あのブルベとか出てる人たちも、うん、そうですよね。うん、アースなんかだって自転車買って1ヶ月でブルベに出たって言ってませんでしたっけ。アースさん一番最初は電動自転車だったんですよね。うん、で箱根越えたりしてあ、本当にすごい。うん、ブルベー、ブルベーやる人はなんていうんですかね、ブルバーじゃないですよね。ランドヌールっていう。あ、ランドヌールか。ああ、そっか。SR とか。マリオさん、ツイッターでちょくちょく書き込みありますよ。まあ、ニコ生の放送的にはあんまりもう聞こえられてないのかな。ハンドルに、ハンドルに何ついてるのかって。うん、おすすめで、今どれだっけ。
甲賀1号っていう名前です。あ、うん、美味しゅうございましたよ。離れすぎたかな、大丈夫かな。あ、ごちそうさまでした。 ありがとうございます。で、口の中を三品茶でさっぱりさせてどうするかな。あ、ブルースリーあっちの方にもあるな。入り口のあたりに結構店固まってるんですね。すげえ、何何、うわ、すごいラグ、コメントラグむちゃくちゃすごいな。今のコメントラグっていうか、こっちにコメントが流れてきてなかったんだ。ブルベだと普通、いやどうだろう、それ言ったらブルベのランドヌルさんたちはいやいやって言うんじゃないかな。ビームビーム。ずいぶん止まってるのかな。ライトです。プレイ。よいしょ。HID、あの、なんだっけ、あれ、ライトの方式なんですけど、どういう意味なんですかね、HID。こんだけ LED が明るくなる前は止まってましたね。今はどう？いや、乾電池でしょう、これは。電池ですよね。アルカリ。うん。エネルギーもいけますよね。ね、ルイ。あ、残りゼロだ。DMT、はてな。あー、ゼロだな。さっきまで良かったのになんで？進みます。TW200、なんだろう？